このようにニューコムの先端技術は、今までゼネラルリソースにとって苦手とされてきたバイオテクノロジー、ナノテクノロジーの実用化、世界規模でのエレクトロスフィア環境の整備、そして宇宙開発への積極的な着手によって確実な力を生み出していった。このメールはサーフのメンバーにのみ送信されている。注意して聞いてほしい。昨日の協定は現時点で破棄された。我々の得た情報によると、すでにゼネラルは協定の隙を突き、ニューコムを一気に攻めるようだ。クラークソン代表が心血を注いだ協定をこのように無視した暴挙は、ユーピオとして見逃すわけにはいかない。そこでサーフの出番となる。今まで以上の活躍に期待する。まったく司令らしいやり口じゃないか。もともとユーピオはゼネラルの下請けみたいな仕事ばかりしてたくせに、そのくせニューコムにもいい顔はしておきたいんだってことだろう。なあ、本当の戦争屋はどこにいるのかってことを俺たちもっと考えた方がいいのかな。停戦協定にもかかわらず、ゼネラルリソースの部隊がニューコム側の基地に対し侵攻を開始した。停戦を維持するためにも両軍間の交戦は絶対に回避すればならない。ニューコム航空基地の防衛に当たれ。部隊の防衛はほぼ完了した。しかし増援部隊の接近を確認している。作戦を変更し、この増援部隊の進行を阻止せよ。アップデートターゲットボーナイボーナイ
作戦は成功だ。両軍の衝突は回避された。こんなことって本当はあなたに言うべきじゃないのかもしれない。でも聞いてほしかったから。私、今サーフがやっていることはどこかおかしいと思う。私たちが維持するべき治安はこんな表面的な戦いだけで解決なんてできない。もっとずっと大きな、まだ見えては来ない、うまく説明できないんだけど、誰か別の忘れて。